今でも今日はマシかな、まだ、うん、あ、これジャックポットもあんのか。花粉多い、どん今日はマシです。今日薬飲んでない。マルサリアス、これジャックポットあんのか。なんで当たんないの。今ホワイトラブ72,000、ハッピーピアが23,000。ホワイトラブがでかいね。7万。あ、これがよっさんが当たったのか。ゼロワンがなんか投げて、うん、7万だね。でかいねこれ。うん、俺も当てたいわこれ。当たんないよな、なかなかな。よっさんいくら入ったの。7万ぐらい入ったのか昨日。なかなか当たんないよね。7万8000出したんだ。妻がスネ様の家に出荷はされないでしょ。それは絶対しないでしょ。それは絶対しないと思うね。一部とかも当たったの。じゃああれだね、太ってる人しか当たんないかな。ツナが何、スネちゃまの家さらされんで。絶対やめた方がいいで。今日蜜の日だ。ほんまや、蜜の日や。今日3月2日、蜜の日。え、マジで。え、ツナはふわっち配信できなくなるけどな。スネ夫さん A1 ながら。蜜の日や、告白してみる、付き合ってください。告白するか。うん、蜜の日公開告白する。付き合ってくれるかね。あ、でも税金終わってからじゃね、そういうのは。税金が確定申告終わってからじゃね、やっぱり。うん、ちょっと自信がないです。うん、まだダメだよなあ。確定申告終わってからでしょ。焦るな。そうだよ、焦ったらダメだよ。早い。お疲れ様です。どん作らつこい。あー、社長ありやす。イベントもめっちゃ応援してくれて、よく助かりました。勝ちました僕。社長ありやす、いつも。うん、明日ひな祭り、ケーキ買う。ケーキなんかみんな食べるの？ひな祭り。うん、食べるケーキ。こんばんは。食べるのケーキ。そう、聞いたことないよそれ。あの、それ関東のやり方なんだよ、うちね。関東のやり方、それ関西のやり方でしょそれ。関東の人食べないですよ。ひなられだけだったよ、うちは。それ関西だけだわ多分。あられだけでしょ。いや、関東は食べないですよ。食べない食べない。うん、それ関西のやり方だ。名古屋のやり方、東海も食べない。あ、ちらし寿司と。そうだね、ケーキは聞いたことないで。何でもなんかお祝い事、ケーキケーキって。ケーキ屋の回し物だろこれ。儲からせねえよケーキは。そんな、だってすぐさ3月14日にさホワイトデーあんだから。うん、糖尿になっちゃうで。バレンタインでチョコレート、3月3日でケーキ、3月14日にまたホワイトチョコ。糖尿なんでやめた方がいいで。うん、
5月にひな祭りずれてんね。うん、飽きるでしょケーキ。いらないでしょ。あ、ホワイトデーのお返しね。俺みっちゃんにあの抹茶のケーキみたいなチョコレートもらったから、そうだ、お返ししないと俺みっちゃんに。何が喜びます、女性リスナーさん、お返し何が喜ぶ、何がいい。聖児の聖子をあげれないよ。バッグ、何のバッグよ。何、カルティエ。俺そんな金使えねえで、なくなっちゃうで、納税するから。お花、お洋服わかんねえもんな。セリーヌは高いだろ。バーキンは高すぎるだよお前。税理士の先生怒られちゃうよ。佐久間さん何使ったんですかこれって、3月3日に。うん、ご飯連れて行きな、美味しいご飯。あ、ミツはねブランド志向じゃないんだよね、あんまり。いらんよって言われるよな。何がいい、口紅、セリーヌの小さいお財布。3つそういっぱい持ってんだよブランドも。でもバーキンはないっつってたな。バーキンはないよって、ないやよって。うん、あれはあったな。クリスチャンディオールのやつは、あのイキリストが着てたシャツの柄のバッグは持ってたな、あれでかいやつ。バーキンでいいじゃん。お揃いの靴、あれはあのレディー、レディーは、レディーどう、レディーダメ。あ、リリー来ちゃった、リリー、レディーダメ、レディーは、レディーって言ったらリリーさん来ちゃった。レディーに反応してリリーが来ちゃった。うん、ダサい、年齢考えて。安いのダメ。あ、ジェラピケね、クソダサい、わからんもん、だって女の子のブランドが。うん、あ、ルブタン、アナイ着てる人ダメか、レディーはもらっても困る。香水、香水なわからんよな。ルブタン、お、ミツ、炊飯器、あの真空のうるさいから、いつも炊飯器だって、こうやって言ってくれた方が楽だわな。炊飯器買うか、炊飯器何がいい、何の炊飯器。見てた見てた、一緒に見に行け。静かなやつ、10万円ぐらいの土鍋、最高級のやつ。ブーンっていつもうるさいから、なんか電話の音と言われるからさ、いつも。うん、せいちゃんに美味しいご飯食べさせるためや。そうだよそうだよ、10万はするね。バルミューダってあるの、バルミューダの炊飯器なんか。それ三つ喜ぶんじゃない。バルミューダってある。最近みっちゃんもキッチン改造しててさ、
なんかレンジもバリミューダなんだよ最近買ったのよ。なんか綺麗にしてんのよ、なんかキッチン改造してんのよ、キッチンが綺麗になってんのよ。使いにくい土鍋のやつある。バリブならレンジ使いづらくない、どうだろう。なんかね音楽鳴るんだよね。で待ってる間さ、なんか音楽がコミカルな音楽流れるから、みっちゃんこうやって踊ってんのよ。バリブならレンジ温めてる時踊ってんのよ、こうやって音楽鳴るんだよ。うん、不便なの。だからフォルムが可愛いよね、フォルムが。なんつうの、オブジェになるっていうか、そのキッチンが可愛くなる。まあ、機能は重視してないんじゃない。うん、見た目がね、インテリアとしてさ、もう置いとくだけで可愛い。まあ、女の子はそういうのが好きなんじゃない、やっぱり。うん、まあ機能とかよりもやっぱりおしゃれで可愛い方がいいんじゃない。うん、だから炊飯器も多分可愛い方がいいんじゃない、可愛いやつ。みっちゃんがなんかね、ピックアップしてさ、これが欲しいとかあればいいけどね。うん、子供いたら実用的なのがいい。いや可愛い方がいいと思うよ俺は。美味しく炊けて可愛い方がいいと思うよ。うん、ねえ、デザインでしょやっぱり女の子は。おっさんだったらまあ機能重視でいくんだけど、うん、米のこだわりはね、どうだろう、あるかな。見つけた、何これ、見つけたって、これゾウさんだって。なんなんこれ、ゾウのマーク。あー、ゾウ印なんだけど、かわいい。ゾウさんのマークついてる。なんかゾウさん、これがいいの、これにする。これなんぼすんのこれ。ゾウありますか、ゾウさん。カバーじゃないこれ。ああ、ありがとう猫ちゃん、見返り猫ちゃん。うん、ゾウ印よりカバ印、機長からありがとう、機長さんから来ました。見返り猫29,800円、めちゃくちゃ安くない、3万。カバがあるならカバの方がいい。カバはないだろう、カバはないでしょ、カバのマークは。3万円で買えるのこれ。こんなんでいいの、安いので。その黒使ってる、そう、俺もなんか10万ぐらいの方がいいかなと思うけど。3万円だってこれ、ほんまに可愛さ重視でいいの、3万円で。デザインが古臭い、5個炊ける、いらん。みっちゃんがこれがいいってな、どうすんの。10万ぐらいの超高級な炊飯器よりこっちの方がいいってな。これだって、これみっちゃん好きな人だったら同じの買っちゃうで。みっちゃんこれ早く決めないと。みっちゃんが使うなって私もこれ買い替えたいって言うやついるでこれ。いや15はいらないだろ。配信タイガースだからタイガースでもいいよね、タイガー。うん、タイガー、タイガーのさ、もっといいの買ってよ、ほら言われるでこれ。3万円のじゃ安いって、潰れちゃうですぐ。たかしんちはさ、俺配信タイガースだったからタイガーの炊飯器買ったけどね。たかし使ってないんだったら返してもらうか。あれ機長さん、あれたかしんちにあったっけな、
返してもらう、今から言って。あれ気象さんあったっけな、高志んちに炊飯器って。私白使ってます、ラスコアイゾウさん。ああそうなんす、へえ。高志東京新品がいいやん、新品の買う。電気の玉さ、キッチンの上2つ切れてるんだよ。でもサイズが分かんなくて。うん、なんて、くまちゃんありがとう。ランディさんの通話できる？ LINE とか知ってる？どうしたどうした、業務連絡これ。今必要これ。緊急なの？緊急事態？なんか事件起きたの？ E26？ それは分かったんだけど、切れた電球捨てちゃったんだよ、みつ。ランディさんと会う約束？事件？どうした？ランディさんに電話すればいいの俺。なんて伝えればいいの？なんて伝えればいいの？寝てるっぽくて連絡取れない。それのどこが事件なの？どこが事件なのそれ？事件じゃないよね。うん、炊飯器いいじゃん。ああ、アンチャリアス。炊飯器だ。目覚まし役ってこと、俺が。政治の LINE だったら電話出るだろうみたいな。ランディさんなんかな、新宿いたらさ、いつでも会えるかんね。うん。あ、ランディさん。あ、もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、起きてます？あ、起きてます。はい、あのね、はい、今日、あの、青谷さん、約束してました。はい、お、青谷？青谷？はい。お、青谷？青谷？お、青谷さん？お、青谷？お、青谷じゃなくて、青谷？コアラ？コアラ？コアラさんと約束してました。あ、してたかもしれない。なんか連絡が取れないって騒いでますよ。え、今ですか？え、今で。あー、お疲れ様です。え、今ですか？今ちょっと確認してみます。確認してください。はい、すいません。なんか会う予定だったんですか？はい。あ、そうですね。はい、あのランディさん、どこにいるんですか？大阪にいるんですか今？大阪どこにいるんですか？道頓堀ぐらいですね。道頓堀の誰と飲んでるんですか？千日前です。誰と飲んでるんですか？千日前で、なんて言うのかな、待ち合わせ場所を知りたいみたいですよ。あ、わかりました。あー、お花火どんつくらすかい。千日前です。千日前のどこ、はい、シューマイチン。あ、はい、じゃ位置情報、はい、シューマイチン。はい、あのランディさん、なんで俺誘われてないの？え、なんで会ってくれるんですか？僕ね、今隣の兵庫県にいるんですよ。
なんで誘ってくれないの？いや、誘いたかったですけど、そんな僕からお誘いしてるの聞いてないですよ。持ってんの他なんで。ダンディさんと僕の仲じゃないですか。いやいや、もちろんですけど。なんで誘ってくれないの？いやいやいや、こちらから誘えるものの感じがなかったと思ったんで。いやいや、ぜひ今度。飲み仲間じゃないですか、ランディさんと。いやいやいや、そんな言っていただけて光栄です。ダチじゃないですか、俺たち。本当ですか、ありがとう。誰がいるんですか、メンバーは。いや、みんななんかどっか神戸とか京都行っちゃいました、ね、配信者さんは一人です。配信者さんいないの？いない。ランディさん一人で会うの？じゃあ小原さんと。そうですね、一人でキャバクラ行こう。キャバクラないですかね、ここら辺。キャバクラはあると思いますよ、添右衛門町行ったら。本当ですか？キャバクラ行くの？いや、一人なんでちょうどいいかな。あ、だから今小原さん来るでしょ。あ、わかりますよ、はい。キャバクラ行かなくて済むでしょ。誘ってみます。いや、確かにそうか。ランディさん、セックスだけはじゃダメだよ、はい、セックスだけは。ありがとうございます。ね、そうなんですか。ダメだよ。いやー、ちょっとお持ち帰りしたらダメだよ、小原さんはくれるっていう人。あー、小原さん、わかりました、はい、うん、ありがとうございます。すいません、まだだから。はい、じゃあ、連絡取ってあげてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、よろしくどうぞ。はい、はい、失礼します。これ連絡取れたかな、多分。うん、大家さん、リプキンなんだよね、リプキンね。言い返したくなるけどね、黙ってこないと。うん、パルちゃん枠にもいたっていうコメントに言い返したかったの？うざいって言われたから。もうほっときな、そんぐらいで。言い返さなくていいから、もうキリがないから。もうリプだらけになっちゃうから。そのたぬきさん、また言い返したら、また言い返すんでしょ、おやちゃん。キリがないから、もうそこはもうスルーしないとね。キリがないのよ、たぬきさんと喧嘩しても。黙るの？じゃあ、うん、その言い返したところでさ、言い返しても意味ないからさ。そう、炊飯器のね、炊飯器の話ね。そう、はい、こんばんは。炊飯器何買うか。じゃあ何買う？もうパナソニックとかでいいんじゃない？白のパナソニックとかでね。え、象印かわいいけど、パナで間違いないんじゃない？うん、俺パナソニック推しだからさ。みっちゃんの欲しいやつ3万円でいいの？これ2台買うか。3つが欲しいやつ、どこで売ってんだろう。これ型が古かったら電気は売ってないでしょ。炊飯器はタイガーか象印だよって言ってるよ。うん、あ、払うものあるからわざと3万円にしてくれたの？マジで？バレンタイン3万円かかってないよ。バルミューダのケトルもいいよ、ドンツクラスコイ。あー、あんちゃん、バルミューダケトルね。ケトルうち使わないんだよな。俺もさ、みっちゃん家にさ、カップラーメンで食べようと思ったんだよ。それでケトル探したの。ケトルねえなと思って。最終的にあったのかな、ケトル隠してあったんだよ。うん、どうやってさ、みっちゃんさ、お湯沸かしてんのって聞いたらさ、ウォーターサーバーあるじゃん、あれからもお湯出るし、お湯はね、鍋で沸かすんだよって言われた。その方が早いよって。だケトルがないんだよね。うん、隠しケトルだった。あったと思って。使わないんだよって。あ、電球ね。俺ケトル、かんねえなと思って。どこに置いたの？ケトルって絶対キッチンにあるやん。
ないんだよ、いくら探しても隠しちゃったの。うん、バルミューダがいい。ティファール、ティファールって何よ。ああ、ケトル。もうバルミューダで揃えた方がいいよね、どう使うんだったらね。でもね、ケトルいらねえと思うよ、みっちゃん。使わねえっしょ、多分。うん、ケトル使わねえんだよね。バルミューダ揃える？いらない？時間かかんないね、ティファール早いね。そう、隠すがが使わないんだよ。そう、鍋派なんだよ。バルミューダで揃える、バルミューダ揃えろ。あ、トースターもね。うん、機能的にはそんなにね期待できないんだよ。そうなんだよ、かわいい。うん、邪魔でしかないんか、ウォーターサーバーあると。うん、便利だよなあれ、ウォーターサーバーって。熱湯が出てくるからね。うん、フワッチも重いけど、俺も重いよ。115キロになっちゃった。ああ、枠主が重いんじゃない、多分。みっちゃんの欲しいメーカー、高いのいらない。どうしよう、当たりつきどんつく。バルミューダの炊飯器じゃせいちゃん無理じゃない。あんちゃんありやす、高い高いの。バルミューダの炊飯器ってどうなの。何号だ、みっちゃん何号炊きがいいんだろう。何号炊きがいいんだろう。あ、ももちゃん10個です。せいじさん少なくてごめんね。あのさ、そういうのいちいち書かなくていいよ。少なくてとかさ、つまらないものですけどとか書かなくていいからね、いちいちそういうの。うん、そんな思ってないからね、何も。もう1円でもいいからもらいたいんだから俺は。うん、バルミューダ3号だけだったと思う。あ、3号なんだ。どんつく、3号じゃ小さいわ、無理だ。最低5でしょ、最低5。うん、書かなくていいからね、いちいち少ないですけどとか安くてすいませんとかね。うん、5号もあるの。一升はでかすぎだろ、いらんやろ。うん、あ、くまちゃんです。うん、5号か、バルミューダ、これが神戸のやり方です。炊飯器あるわ。ああ、ある。何これ、こんなんやで、バルミューダ。こんなん、保温機能がない、保温機能がないのこれ。これ3号だけだ、嘘でしょ。保温できないの、それはゴミだわ。使わないけどね。いや使うでしょ。いや、保温は使えよ、使うでしょ。最新のがいい、これ最新じゃないの。保温機能ないの、これが一番新しいんじゃないの。1個しかないで、炊きたて冷凍するのが美味しいから使わない。みっちゃんは象印がいいのらしいよ。子供いたら保温機能いるでしょ。あ、象印売ってた、
28,000円。28,000円だったこれ。うん。あ、ドンツクラスかい。家電も値段よりセンス見て楽しむ一番ですよ。あー、ありがとうございます。保温するでしょ。俺なんなら保温して、なんか保温する時間が長いやつ買ったで。俺なんか70何時間のやつ買ったことあるで。保温、一番保温が優れてる炊飯器買ったで俺。めんどくさがりだから毎回炊いてらんねえよ、めんどくさくて。うん、まずくならんて今の炊飯器って。まずくならないから、昔のやつな。今のいいやつはならないから。俺目隠ししても分かんないよ、炊きたてと保温したやつ。うん、臭くなんないよ今のやつ。うん、なんだなんない、まずくない、分かんないもん、バカ舌だから。分かんない、どうしよう、何がいいかね。ミツが使うんだ、そうだよ。俺が使うんじゃないの。あ、これでしょ、バルミューダのケトル。これでしょ、これ。これでしょ、言ってたやつ。かわいいの。バルミューダ。なんかバルミューダのね、